おうおう腹が立ち、痴漢をするやつはね、どんな教育を受けてきたんじゃっていう。間違いねえ。たまたま何された。満員電車で触られないように後ろにかけてた、うん、そしたら、まあ、それは痴漢じゃないけどカチンって結構硬いのよ、うん、えって言って睨んだら、すいません手が立ちました。それなら触られた方がマシ。絶対だ、俺人の道を外すかもしれん。こうちゃんにもらった大事なバッグに大事な財布が入ってたんだよ。俺があげたやつ。だから女性の皆さん本当に気をつけてください。で男は守ってあげよう。なんて。